はい。じゃあ次の判例いきます。価格高騰による損害ということですね。えっ、ー、とね、条文はね、416条ですよね。416条。これ皆さんご存知の条文で、416条っていうのは1項と2項になっていて、1項はこう書いてあります。416条1項。債務不履行に対する損害賠償請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償させることができる。まあ、通常損害ってやつですね。通常損害の賠償があるよという話。これはいいですよね。で、2項は、 特別の事情によって生じた損害であっても当事者、まあ、この当事者っていうのは債務者って言われてますよねこの当事者は債務者のことだって言われてます当事者がその事情を予見すべきであった時は債権者はそこまで請求できますよということですよねこれ皆さんよく読んでる条文ですよねはいじゃあそれに関して見ていくことにしましょううん OK ですかねいきますよ事案を見てみようなんだけどどんな事案かっていうとこういう事案です X は昭和27年3月31日、Y との間で、X 所有の高土地をえ2万円で売買契約をすると。しかも同時にえ3年後に買い戻すっていう、買い戻しの特約をしたっていうんですよね。買い戻しの特約をしたっていうわけ。で、あの、ま、買い戻しがなんで結ばれたかについては、60坪と40坪と100坪の融資がどのこうの書いてあるけど、ま、ちょっと細かいんで、この辺は飛ばしてもらって、ざっくり言っちゃえば、ざっくり言っちゃえば、 えどういう感じになってるかっていうとこんな感じですえっ、ー、とねまず X さんが Y さんに対して不動産を売るんですよここは確かに売ってるんですよ売ってるんですよでただこの売買契約してるんだけど将来は解除して買い戻しますよとあの買い戻して皆さん大丈夫ですよね将来的に契約を解除するって買い戻して解除のことなんです解除して戻してくるってことなんですうんっていう特約をつけてるわけですね 解除して買い戻しますよっていう。だからまあ、これ言ってみれば、X から Y にこの時点で一旦売買はなされてるわけです。確かに売買契約をしてるわけ。不動産の売買契約。ね、ただ、同時にね、何度も言うけど、同時に将来はこれは買い戻しますからね、解除して、解除して買い戻すからねっていう特約をつけて、売っ払ってるわけオーいいですか。OK ですね。ところが、その期限が近づいてきたんで、おーい、買い戻ししますよって X が Y に言ったんだけど、Y が買い戻しに応じないっていうんですね。あれって。 買い戻しに応じないっていうわけしかもあろうことかあろうことかなんとその不動産を Z に売却してしまって Z に売却してしまってなんと Z が投機を備えてしまったっていうんだよね投機を備えてしまったそしもう帰ってこなくなっちゃったぞ X としてはと。ね、で X さんとしては,してはじゃあこれ高土地帰ってこないじゃんかとじゃあまあそれだったらっその分賠償してくれと X が Y に売っていったわけですよ。 X が Y に打っていったわけ、まあ、ここまではまあ皆さんああなるほどねなん,かなんかとにかく Y がちょっと悪いんだよね Y がちょっと悪いんだけどまあまあまあ話としては分かるなって感じじゃないですか分かりますよねでこれね今回何が問題だったかっていうとその事案を見てみようの最後の2行に書いてある最後のところに書いてあるんだけどなおってとこねなお高土地の時価は Y が Z にこれを転売した当時は78万つまりこの時点では78万円だったんですよこの時点では78万だったんですよ ところが、今、X が Y に請求している時点では、109万円に上昇している。つまり、土地が値段がどん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 上がっている状況なんですよ。まあちょっと先に言っちゃうと、つまりね、つまりね、じゃあ、どこのところの価格を賠償請求できるのかって、それが問題なんですよ。ね、ここの転売時点では79、78か、ごめんなさい。78万だったんだけどね。今、X が Y を訴えている時点では、109万円になっているってことなんです つまりこれ最後にちょっとメモ入れおいてほしいんだけど、この事案っていうのは、この事案は、高騰し続けているケースなんです。これちょっとメモしとくといいですよ。今回のケースっていうのは、この本件は、高騰し続けているケースだってことになるわけ。高騰し続けているケースってことになります。さあ、どの段階の金をくれと言えるのかという話ですよね。ですよね。はい。じゃあ、見ていきます。見ていきますが、見ていきますが、実はね、この解説のところにもちょっと書いてあるんだけど、 あのこの判例の下敷きになった判判例例があるんですよこの判例のまあ前提って言ったらいいのかな土台になってる判例があるんですよでおそらくそっちをやってからこの判例に戻った方が分かりやすいと思うんですねでそれどこに書いてあるかっていうと解説のローマ数字の1番なんです解説のローマ数字の1番本判決の前提となる判例理論風紀丸事件判決って書いてあるの分かります風紀丸事件判決ってありますよねこれをちょっとまずやっときましょうか ややっっってきききまままましょょうか。で、ちょっとね、あのこれをまず先にやっていきます。いきますよ。本判決が下された当時価格が高騰した場合の損害賠償額の算定基準時に関する問題についてリーディングケースあのリーディングケースっていうのはその何て言うのかなそういう案件に関しての、まあ、初めてのケースみたいなイメージだと思ってくださいだから例えばあの外国人の人権に関してのリーディングケースって何ですかって言われたらマクリン事件とそういうことなんですそういうふうに使っていくわけ。 はいすいませんリーディングケースとしての価値を持っていたのは風紀丸事件と呼ばれる不法行為に関する有名な判決であったこっちはあの不法行為なんだよねでもまあ不法行為も使っていくじゃないですかこの416条ってですよねだからまあパラレルに考えましょうってことですよねで、えー、これ風紀丸事件判決だったと言いますよ風紀丸事件判決はとんがり括弧価格が高騰した場合の損害賠償の算定基準時とんがり括弧閉じるは 416条に従って決定されることを前提として416条さっき読んだ条文ね416条に従って決するとして次のような解決を示しましたあ示したしました示したねすいません第一になんかが第一に損害賠償の範囲ははい原則丸 G です丸 G G G 赤線原則として目的物が滅出した当時を基準として決定してくださいと、えー、つまりつまりね え損害賠償の範囲というのはまずとにかく目的物が滅出してしまったその時いくらだったかを基準に判断してくれと、えー、なんでかっていうと滅出したからこそ損害が発生するわけでしょそうだよね滅出したからこそ損害が発生するんだからその時点を基準に判断してくれっていうのがえこの事件の一つのポイントだってことになりますさらに第2になんか第2になんか話しますか第2に損害が発生した後に 目的物のはい赤線目的物の価格が高騰した場合目的物の価格が高騰した場合には高騰した価格で転売するなどしてそれに相当する利益を確実に取得したという事情が特別の事情416条2項にあたる従ってはい丸ある例外丸ある丸あるですよ従ってのとこ丸あるですよ従ってあるとんがり括弧とんがり括弧いいですか加害者が 不法行為の時点でその事情を予見すべきであった時にはとんがり格を閉じる赤線高騰した価格についての損害賠償を求めることができるって言ってるんですよこの風紀丸事件ではもう一回言いますねまとめますよまとめますよ価格が上がってる場合ね価格が上がってる場合にど,の段どういうふうな賠償をしなきゃいけないかっていうとこの風紀丸事件はまず原則としてその目的物が滅出した時点の価格なんだと。 なんでかっていうと、滅出したってことによって損害が発生するでしょとだったらその滅出した時の基準で決するべきなんだというのが大原則だと。ただ例外として、例外として、その加害者がやらかした時に、不法行為をやらかした時に、あ、これは値段がこう高騰してるよなってことを予見すべきだった時には、その上がってる額で賠償しなきゃいけないよって言ってるわけ。 いいですか予見すべきだった時はですよだからこれ最後のところにも書いてあるんだけどちょっと注意してほしいのはブルーかなんかでブルーかなんかで言いといてほしいんだけど価格が高騰したからといって高騰した後の価格による損害賠償を求めることは当然にはできないんだってことなんですこれ言ってること分かりますよね言ってること分かりますよね価格がずっと上がってますよねとだったらもうどんな事情があってもその上がってるところで賠償しなきゃいかんよってそんなことは判例言ってないんですよ 価格がずーっと上がってるとしたら、その不法行為の時点でね、やらかした時点でね、やらかした時点で加害者が、加害者っていうのは債務者ですよね、あの債務不り子だったら。不法行為だったら加害者ですよね。やらかした時点で、加害者が、これを予見できてた、予見すべきだった時には、上がった価格で賠償しなさいって言ってるわけ。値段が上がってるから、ここで言ってくれるっていう言ってないからね、最高裁もね。そんなこと言ってないんです。不法行為の時点で、ね。 ここのところ不合格の時点で加害者が予見すべきだった時には上がった値段でお願いしますよって言ってわけいいですかはいこれが下敷きになった判例なんですよ下敷きになった判例なんですよそれを前提に今回のこの買い戻しの判例を見ていきましょう見ていくことにしましょう はいでね、えっとね、これまあテキストにも書いてあるんだけど、あの、判決文を読んでみようが、ナンバリング振ってありますよね。判決文を読んでみよう。カッコ1、カッコ2、カッコ3、カッコ4、カッコ5って書いてあるじゃないですか。これにね、あらかじめね、メモを入れておくと後で読みやすいと思うので、えっとね、ちょっとと手間申し訳ないんだけど、えっとね、カッコ1とカッコ2とカッコ4の前に、風紀丸の富って入れてください。これ、風紀丸ってことです。カッコ1、カッコ2、カッコ4に、風紀丸の富って入れてください。カッコ1、カッコ2、カッコ4に、風紀丸、富。 つまり、風紀丸事件判決のことを今回も言ってますよってことです。1と2と4で。で、カッコ3とカッコ5が、あの、本件について述べてるってことです。本件。まあ、もっと言うも、もっと言うんだったら本件オリジナルみたいな感じだね。本件オリジナルみたいな感じです。で、えー、カッコ1、カッコ2、カッコ4は風紀丸のことをなぞってる。カッコ3とカッコ5は本件オリジナルのことを言ってるってことです。 ね、それあらかじめちょっとあのその判決のとこに判決文を読んでみようの前にねナンバリングの前に入れておくと読みやすいかと思いますいきますようんじゃあ判決文読んでみましょうこの買い戻しの方でいきますよ価格が高騰し続けてるケースの話ね今回しかもこれ債務不履行の話ねいきますよ括弧1これ風紀丸です 債務の目的物を債務者が不法に処分し、債務が履行不能となったとき、債権者の請求し得る損害賠償の額は原則として、その、売っ払った、その債務不履行やっちゃった時の目的物の時価である。これさっきの通りだよね。やらかした時の価格だと。なんでかというと、やらかしたからこそ、損害が発生するんでしょ。だからその時点の価格でいいよね、って言ってるわけ。風紀丸と同じですよね。ですよね。はい、括弧に、これも風紀丸。いや、しかし、 目的物の価格が登記しつつあるという特別の事情があり、かつ債務者、あの不法行為だったら加害者ですよね。債務者が履行不能をした、その際、その事情を知っていた場合、まあ、つまり、えー、と知るべきだったような場合だよね。知っていたか、または知り得たような場合は、債権者はその登記した現在の価格の賠償を請求できる。これも風紀丸の通りだよね。だよね。つまり、加害者とか債務者がやらかした時点でこう上がっていくんだっていう特別の事情を知ってるような場合ですよね。 ね、予,見予見だよねだからね予見って考えます予見すべきだった時にはその上がった額で言ってくれってやつだよねこれもわかりますよね大丈夫ですよねはいで本判決特有がカッコ3ですただし債権者がその価格まで登記しない前に他に処分したであろうと予想された場合はこの限りではないとつまりどういうことかとつうと価格がこうずーっと上がっていくとするじゃないですか今回みたいに ずっと上がっていくんだけれどもその上がっていく途中で債権者が誰かにそのなんていうの転売して利益を得ようとしてたような場合は違うよとだってそうだよねだって債権者としてもさずっと上がっていって今上がりっぱなしで今ここだとするじゃないですかのここのところの額をまあもらえるのかもらえないのかっつと実は債権者はそこまで上がる前に誰かに転売するんだったよっていうような場合は そんななな今ののの最高のマックスの額を払う必要いいじゃないですかですよねだって途中のこの流れ何て言うのこの曲線曲線じゃねえやごめんなさいこの上がり線だよねこの上がり線の途中で誰かに転売しようと思ってたんだったらそういうことであればさそこの額でいいわけじゃないですかそうでしょねそういうこと言ってるわけこれがカッコ3はいカッコ4これ風紀丸ですよまた目的物の価格が一旦投棄しさらに落ちた場合 にその登記した価格により損害賠償を求めるためにはその登記した時に転売その他の方法によって確実に利益を取得したっていうことが予想されたことが必要だとこれも分かりやすいですよね一旦上がって落ちた場合っていうのはその上がった時に転売とかをして確実に利益を得たであろうなってことを予測しなきゃ予想されることが必要だって言ってるわけで括弧5番これ本件オリジナル しかし、目的物の価格が現在なお登記している場合においてもなお、あたかも現在において債権者がこれを単に処分するであろうと予想されたことは必ずしも必要ではないと。まあ、これは一度ぐらいでいいと思います。はい、じゃあ次、解説のローマ数字の2番いきます。解説ローマ数字の2番で、1番と2番を最後に検討しておきましょう。横になんかわかりやすい、こう、折れ線グラフ、折れ線グラフっていうのかな。こ値段ね。こ値段だと思ってください。値段が上がって、落ちて、みたいな感じだと思ってください。はい、じゃあ1番、中間最高価格の問題。 はい、囲ってください。風紀丸事件。風紀丸事件。風紀丸事件。風気丸事件ってどんな事件だったのかっていうと、風紀丸事件は赤線。一旦価格が高騰した後、裁判の時点では下落していた事案だったんですよ。つまり、中間最高価格の問題、図表1の感じ。風紀丸事件というのは、こう上がっていってたんだけど、途中から落ちていったような事案だったんですね。で、あの、実は、どの段階で、 不法行上がってるところなんですよここで不法行為が起こってるんですところが途中で下がってきてるんですよ下がってきてるところで訴えてるんですさあじゃあどの額を払わなきゃいけないのかっていうのが風紀丸事件なんですよこれがだからまさにさっき言ったようにその解説で読んだように一旦上がって落ちた場合っていうのはその上がったところで債権者が転売とかをして 確実に利益を得ていたであろうなってことが予想されるかどうかで判断するって言ってるわけ。これいいですよね。これ風気丸の話ね。はい、次2番です。2番。これに対して、はい、四角で囲ってください。本件、本件。この今回の事件。本件では、赤線。目的物の価格は裁判の時まで上がりっぱなしだった図表2のケースだって言ってるわけ。いいですかはい。 だから債権者は価格が高騰したタイミングで目的物を転売することができたはずだという見込みがなくても目的物を持ち続けていれば今まさに目的物の価格が上昇していることにより利益を得られるはずであると。で赤線産業いきますよ。本判決の特徴はこのように転売によって得られたはずの利益ではなくて目的物を保有し続けていれば得られたはずの利益の取り扱いを明らかにした点なんだ。 ずーっと持っていたとしたら、今一番高いところの額のはずだよね。そういうのを明らかにしてるってことなんですよ。ですよね。はい。で、次の段落、このようにってとこ言ってください。このように、このように、目的物の保有がポイントだとすれば、とんがり括弧価格が上昇している途中で、目的物を転売してしまったことが予想されるときは、とんがり括弧閉じる。赤線。その時点での価値に基づいて損害額を算定すべきであろう。これさっき言った話。そうでしょ そうでしょだから価格が確かに今ずっと上がり続けてるんだけれども現在も上がってるとじゃあこの一番ピークのとこ今のところを損害額にしなきゃいけないかっていうとそういう場合ももちろんあるけどもねその債権者がまだ保有してるんだったらそうだけどでも実は債権者っていうのが上がっている途中でそれを誰かに転売したよねってことがもう予想されるような場合はピークの額を賠償する必要ないですよねだって途中のとこで売っ払ってたんですよだったらここの額じゃないですかって。 そういういこと言ってるわけで,す、OK、ですか、OK うん、この辺のねなんかその価格が上がったり下がったりみたいな、えー、損害賠償の額どうするのっていうのはなかなか最初整理が難しいんだけれども今回この2つの判例ですごくシャープに分かったと思うんですよつまり実は最高裁の判例っていうのは2つあるってことなんですよ2つあるんですよ1つは上がっていってたんだけど今裁判の時点では落ちてるっていうパターン風決ま丸パターンです風決ま丸パターンが1つ。 でもう一個はこれなんだっけ名前ついてんだっけ名前とかついてないのかじゃあなんか買い戻しパターンかなんか適当に言っておきますねもう一個は今回みたいに今回のケースみたいに買い戻しパターンの判例でずーっと上がりっぱなしの判例っていうのがあるんです、ね、だからこれを2つ分けて整理しておくと非常にシャープに分かってくるんじゃないかなと思います割とテキストってほらちょっとこの辺ごちゃっと書いてあったりするじゃないですかごちゃっと書いてあったりするんで分かりづらいんだけどこれ2つ分けるとすごいシャープでしょということになりますので、えー、今回の判例はこのぐらいにしておきましょう